たおやかインターネット放送がお送りするメモリーミュージック、ナビゲーターを務めますさやかです。今回はたおやかカーラ版から、繁殖された犬、猫、ウサギ、ペットショップで販売禁止に、カリフォルニア州が2019年から。カリフォルニア州が2019年1月から繁殖された販売用の犬、猫、ウサギをペットショップで扱ってはならないアメリカで最初の州になりました。販売できるのはアニマルシェルターなどで保護されている犬や猫だけで、店は動物たちがどこから供給されたかという記録を開示することも求められます。カリフォルニア州は2017年9月ペット救助と里親に関する法律を可決、10月には知事が署名し施行を待っていました。この法律により生後8週間未満の動物の販売は禁止になります。従わない販売業者には動物1頭につき500ドルの罰金が課せられます。生きた動物をペットショップで商品として販売する生態販売への疑問の声は年々高まっています。オーストラリアではシドニーに次ぐ第2の都市メルボルンを州都とするビクトリア州で、2018年7月からペットショップで犬や猫を除くペットの販売することが原則として禁止されました。英国イングランドでは2018年10月からペットショップで生後6ヶ月未満の子犬や子猫の販売が禁止となりました。日本でも沖縄のペット小売業が2019年4月から犬と猫の生体販売をやめるといいます。また岡山市にある一部のペットショップではペットを売らないペットショップとして話題となりました。それではここで音楽をお聴きください。Thank you.
さやかの小部屋。今回は名古屋市緑区有松町の竹田貨幣商店社長の竹田さんに有松絞りのことについてお話をお伺いしました。それでは早速お聞きください。この有松がですね、日本の歴史で皆様に知られたのはちょうど1560年にですね、桶狭間の戦いというのがありました。で、桶狭間というのは実はこの有松なんですけども、それからですね、桶狭間の戦いから40年経って1600年という年は関ヶ原の戦いで、徳川家康が天下を取ったんですね。で、その天下を取った徳川家康がじゃあ何は最初にやったか、すぐね、まず道を作らなきゃいけない。で、今の東海道ですね、京都から当時の都の京都から、江戸までですね、道の整備を始めたんですね。で、それがですね、ちょうど有松の今、ここを通ってます、東海道でございました。で、東海道という道ができて、そこを旅人が歩き始めたわけです。ところがですね、当時はまだ戦国時代がですね残ってるような時代で、その歩いてる旅人を狙って追い廃強盗がねしょっちゅう出たらしいんですね。で、ここは御三家筆頭の尾張徳川家の領地なんですね。で、尾張徳川のねお膝元で、追い廃強盗出放題では、尾張徳川の沽券に関わると、なんとかこれ止めなきゃいけない、じゃあどうしたらいいだろうということで、思いつかれたのは、ここへじゃあ村を作ろう、人がいっぱい住んでれば、追い廃強盗もうやりたい放題というわけにいかないだろうということでですね、1608年、ちょうど関ヶ原の戦いから8年後に移住令ですね、ここへ移り住んだら、年貢を負けてやるよと、そういうお触れが出ました。で、そのお触れに従って、ちょうど今の知多半島の阿久比ですね、阿久比から8人の若者がここへ出てまいりました。で、彼らはですね、ここへ出てきて、当然その当時のことだから、農業で食べようと思ったと思うんです、ところがですね、ここは土がですね粘土質でですね、農業にあまり、向かない。で、それでですね、たちまちその8人は困っちゃったわけですね。で、さあどうしようと、今更ね阿久比に尻尾を巻いて帰っては格好が悪いと、じゃあどうしたらいいだろうということで、はたと考えついたのは、東海道という道がここを通って旅人がいっぱい歩いてるから、追い廃強盗をやっちゃいけないけども、その人たちに何かを買っていただいたら、生活できるんだろうじゃないか。で、何を売ったらいいだろうということで、思いついたのが、絞りなんですね。で、当時はですね、辻が花の時代で、やっと金星の絞りがね、出てきた時代なんですね。で、その絞りを、ここで絞って、旅人たちに売れば、これで、生活できるんじゃないかと。で、それがですね、大ヒット商品になっちゃったんですね。でですね、それを見ましてね、尾張の徳川家はですね、すぐ庄九郎を、今の名古屋城に呼びつけました。庄九郎と、お前がそのねやってる有松絞りになるものはものすごく人気があるそうだなと、褒めて使わすと。で、そのね、それに、おいてお前をね、御用商人に取り立てようと、さらにですね、御用商人の観察もやろうと。で、そして絞りはね、お前たちが考えついたもんだから、この観察を持ってない人は、勝手に絞りを作ったり売ったりしてはいかんというお触れも出してやる。で、その、お触れによってですね、それから江戸時代、270年ぐらいですか、ほぼ独占的に今ここで絞りを、生産販売することができたわけなんですね。ですから今でも水戸の黄門様が、よく「これが見えぬか」とこうね三つ葉を出しておられますけども、尾張黄門様の三つ葉葵も負けず劣らずの、立派な三つ葉葵で、そのおかげで、
200何十年の間、ほぼ独占的に絞りを生産販売できたので、まあ、それが今の有松絞りの、まあ、歴史なんですね。まあそれで今でもですね、日本で作られる絞りの、まあ、90% 以上このがこの地域で、作られております。ですね、まあそのおかげでですね、まあ江戸時代から、そうですね、戦争の第二次世界大戦の、まあ、始まる前までですね、皆さんが着物を着ていただいておりましたし、またその着物を染める作るための技術としてのその有松絞りはですね、大変まあ、繁栄したんですね。ですから今ここに大変立派なあの町並みが残ってますけれども、これは、有松絞りが当時いかにね、人気のあるものであったかという一つのね証明にもなると思うんですね。あのイギリスのですね、あの外交官のアーネスト・佐藤さんっていうのがいるんですが、その方がね、いろんな本をあの、当時書いてるんですが、その中にですね、有松で、絞りをね、買う、まあ、場面が4箇所ぐらいに出てきます。でそのそしてそのね買うあの場面の後にですね、有松の町をですね、私が見た日本の町の中で最も清潔で豊かな感じのする町というふうにね書き添えていただいております。ですから日本中を本当に歩いたね方からね、そういう評価を受けたっていうことは大変当時立派な町だったと思うんですね。それからあの、東海道53次をはじめとして広重だとか、まあ北斎ですとかいろんな方がこう書いておりますが、ほとんどその、鳴海の宿、宿場町は本当は鳴海なんですね、鳴海の宿として描かれている 町並みはね皆有松なんですよ。でですから、53次へ、鳴海の宿、で括弧して名産有松絞り店とかそんな感じで、まあ書かれております。ですから、その点でも当時の、大変まあ繁栄して、まあ、立派な町を、作ったんだろうと思われます。ただですね、それから、まあ、第二次世界大戦ぐらいまではですね、まあ、あの戦争の影響はあったんですが、まあ、皆さんが着物を着てましたからね、大変まあ豊かな生活ができたんですが、まあ、昭和それがですね、昭和まあ50年ぐらいまではですね、皆さんがまだまだ日本人が着物を着ておりました。ですからそれまでは、ね、まだその繁栄が続いたんですが、昭和50年代ぐらいからですね、日本人が着物を着なくなっちゃったんですね。さあこれはもう大問題でございまして、とにかくその、どうやったらねその売り上げのそのがどんどん落ちるのを止める方法があるのかわからないということで、もう本当にいや、まあ、町を挙げてのですね、まあ、七転八倒になってしまいました。でその間にですね、1992年にですね、平成4年ですか、国際絞り会議というのが開かれたんですね。でこれはですね、もう一回ですね、ゼロからスタートして、どうしたら絞りがね将来繁栄していけるかということを、世界規模でですね一度シンポジウムをやってみようということなんですね。でその当時ですね、世界の20カ国から850人の人がそれに参加しました。それでまあ、いろんなことをね、まあ、あの議論しましたが、その中でですね一つ、まあ、あのいろんなシンポジウムがあったんですが、現代に生きる絞りというねテーマのシンポジウムの中で、絞りというのは世界中ですね、紀元前からインドにもあるしアンデス地方にもあるし、あるいは中国にもあると、それから現在でも結構世界中にあるじゃないということは、2000年も3000年もですね、長く続くものは何か良さがあるから、続くに違いないと、こういうことを議論したシンポジウムがあったんですね。でそれでですね、まあ、その議論をする時にですね、これ国際会議ですから、その日本人の我々に絞りってすぐ分かりますけども、
例えばアメリカ人の、お医者さんに絞りつってもそれは何ですかとこうなりますね。ですからね、一応絞りを何かまず決めてから議論を始めなきゃいけない。でそれでですね、まあ当時スミソニアン、博物館 の、 キュレーターの方がですね、シェイプドレジストダイング、シェイプっていうのは立体ですね、形です。で、ね、レジストっていうのは防染する、染めを防ぐで防染するんですね。立体的に防染された染め物を絞りと決めようというのはですね、絞りは、例えばくるくると巻いてもですね、あるいは、針でチクチク塗って引き締めても、あるいは生地を畳んで押さえても、必ず染める時の状況はですね、立体になってるんですね。で他の、まあ、プリントですとか友禅ですとか、ローケツとか、それは全部真っ平らな生地にしてその上に染めてるんですね。ですから、まあ、立体的に、まあ、防染されたものを絞りとして決めよう、絞りと決めようということで議論が始まりました。でその議論のね、議論がいよいよ最後の段階になりますとですね、また最初のその絞りの定義のシェイプド、要するに布の造形、凸凹が美しいと、こういうところへだん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 議論が収束しちゃったんですね。で我々としてはですね、そんなね、絞りを布を凸凹にするために絞ってんじゃないで、どうも外国人がね、絞りを舐めてかかってんじゃないかみたいなことも言われたんですが、ところがもう、日本人の方でもですね、例えば、当時トヨタ自動車の方だとか、あるいは、まあ一世三宅さんの、ね、デザインの 方たち、そんな方も参加されてたんですが、そのシェイプド説に皆が、そうだよねという話になってしまいましてですね、でそれで、まあ、我々としては、半ばその不本意な、まあ、結論になってしまったんです。でただね、我々もですね、絞りを絞って、染めて糸を抜いてパッと広げた瞬間がすごく綺麗なんですね。ただそれをまあほっとくとこれは伸びちゃいますから、また、その当時の糸を抜いたその瞬間の凸凹の綺麗さは消えてしまう。でそれでですね、その席でそれはまあ確かにね、その糸を抜いた時は綺麗かもしれないけども、それはほっときゃそれは伸びちゃうからね、それはまあ芸術作品には使えるかもしれないけども、実用にはなりませんよねということを言いましたら、三宅一生さんのところの、まあ、デザイナーはですね、じゃあその一番綺麗なところで形状記憶をかけてそこで、形状を止めてしまったらどうと、こういうことを言われたわけですね。で我々としてはね、形状記憶、それは一体何だろうという、それぐらいしか本当は知らなかったんですね。なんか形状記憶シャツとかね、そういうのがあるのは知ってましたけど、あれはなんかアイロンをかけなくていいシャツ、ところがですね、その凸凹をそのまま形状記憶させるという事実は全く同じ繊維ですけれども、我々は知らなかったんですね。でもまあ、そうしましたら、まあ、一生さんのところはですね、例えば生地やポリエステルだったら、摂氏何度で、何分間、それから何気圧で、まあ、その中に入れておけば形状を記憶すると、そういうところまで非常に詳しく教えてくれました。で、本当かなと思ってたんですけど、やってみたら簡単にできちゃったんですね。でその凹凸、それでですね、さらにその凸凹になったその時作った生地をですね、ちょうど一生さんとこのデザイナーいらっしゃいましたんで、一生さんがすぐそれを、パリコレの出品先にお使いになったんですね。それが、ね、パリで大当たりに当たりまして、それで、まあ、最初皆さんが言ったそのシェイプドレジスト説ですね、布の凹凸が美しい、まあ、これがですね、半ばこう証明されたような形になったわけですね。ですから、まあ、そういうことによって、まあ、我々としてはですね、着物が売れなければ、じゃあ洋服に使ったらいいんじゃないのということまでは誰でも考えつくんですね。ところが普通の着物に使ってる布をですね、洋服にしてもですね、まあ田舎のおばあちゃんなんかは、あ、これは高価な絞りだからって喜んでくれるんですが、本当の一流のね、それこそ青山六本木に持ってっても全然、若い子は相手にしてくれない。ところがその、シェイプドレジスト説に従ってできた
凹凸というものをですね、美しさの根源だというふうな考え方で作られた洋服は結構よく売れるんですね。それによって初めて絞りがですね、着物だけじゃなくて、そういう日常着である洋服のにもですね、進出することができ、またその技術を使った、例えばスカーフですとかそういうようなものは、日本だけじゃなくて、アメリカやヨーロッパでも売れるということが、すごい分かってまいりまして、それで少しちょっとね、将来に光を、見つけてる、そんな状態でございます。これが美しいだとか、そういうのも一つのキーワードにあって、その一番分かりやすく申し上げますと、その絞りの凸凹が、美しいっていうのが一番分かりやすいあれだもんですから、またそれが、その時にやっぱり一番多くの方がの賛同を得たわけですね。ですけど、例えばこれが美しいと言った人はですね、たまたまね、この技術をですね、ウールの生地に使いましてね、その時にちょうど参加してたノルウェー の、当時美大の大学院にいらした方なんです。その方は今度、この前ノルウェーと日本の就航100周年のですね、記念にね、ノルウェー大使館が、東京にあるノルウェー大使館が改装されたんですね。その時のね、内装を担当したのはその時にグラデーションオブダイイングエッジだとこう言い張ったその彼女なんですね。ですから、いろんな形で、その日本のもの、いわゆる着物だけじゃなくて、もう少しいろんな生活の中に使っていただけるようなものを、今後やっぱり作っていかなきゃいけないのかなというのが、今の考えていることです。今後ですね。でただ、とは言いながらやっぱり伝統の日本のものはまたこれはこれでやっぱりね、美しいものですから、それはやっぱり基本としては残しておきたいですね。いかがでしたでしょうか。今回のさやかの小部屋、次回もお楽しみに。